皆さん、こんにちは。今回の動画は、前回行った、信長の野望新生 PK で、御蓋峠の戦いを再現したらどうなるのか?の続きとなります。そちらの動画で、史実における合戦の背景や概要、参戦武将などの説明も簡単に行っていますので、まだ見られていない方はそちらからご覧ください。それで、前回は信長の野望を使って、できる限り史実に寄せた戦場を用意して、AI 同士のバトルを鑑賞したんだよな。結果的に史実通り武田軍の勝利で終わったわけだけど、今回はどうするんだ?今回行うのは、その戦いの F 展開。時は1569年、武田信玄による小田原城包囲の後、帰国の途に着く武田軍の前に、北条軍が待ち構えていました。それは、北条氏輝、北条氏国、そして合流した北条綱重らの軍勢でした。彼らは小田原城より、武田軍を追撃するために出陣した北条氏康、氏政らの軍勢と連携し、武田軍を挟み撃ちにしようと考えていました。それは前回の動画でも説明したと思います。結局、小田原からの北条軍は間に合わず、戦いに参加できなかったんだよな。そうです。そして、ここで一点訂正があります。前回のコメントでもご指摘がありましたが、この小田原からの軍勢を率いていたのは北条氏康ではなく、息子である北条氏政です。そして、今回の動画では、この北条氏政の援軍が、もし戦いに間に合っていたらどうなっていたのか検証していきたいと思います。小田原からの軍勢はどれくらいだったんだ ?2 万とする説が多いのですが、さすがに2万の援軍が間に合えば、検証するまでもなく北条軍の圧勝でしょう。なので、今回は1万の軍勢が駆けつけたと設定します。援軍を率いたのが北条氏康だったとするのも、if展開としてはありなのですが、こちらは、動画の編集が間に合いましたし、北条氏政で行っていきたいと思います。それでは、御蓋峠の戦場に画面を映しましょう。はい、こちらが今回の戦場になります。武田軍と北条軍は向かい合って対陣しています。北条氏政は、当初2万の軍勢を率いて小田原城から出陣しようとしましたが、大軍であるがゆえに準備に時間がかかってしまいました。そのため、北条氏康の指示でより動けるものを選抜して軍勢を1万まで絞り、迅速に進軍して、武田軍に追いつくことができました。しかし、武田信玄側もその動きを察知して、攻撃される危険を回避し、このように向かい合う形となっています。そういう設定なのな。信長の野望では、攻撃されるシチュエーションを用意できないっていうのが理由なんですけどね。参戦武将については、今回新たに追加した北条氏政だけを説明させてもらいますね。北条氏康の次男で、北条家の四代目当主、御蓋峠の戦いでは小田原からの軍勢を率いますが、戦いには間に合いませんでした。一応、他の部隊についても開戦前の状況をお伝えしておきます。青色の数字は何なんだぜ?あれは特性などの効果で能力が上昇している意味ですね。武田軍は信玄の特性により、全部隊の防御力が上昇しています。さすが若いの虎。北条氏政の軍勢1万が加わって部隊数は同等ですが、兵力では北条軍が圧倒的に優勢。武田軍2万対北条軍3万の戦いか。武田軍は前回同様、山形正景に別動隊の5000を率いさせ、中央付近では、内藤正豊が小荷隊を率いています。あのコブの要衝、北条軍を誘い出すための小荷隊に見立ててあるんだよな。だから、武田軍側が制圧してもコブは発動しないと。そうです。なので便宜上、小荷田要所と呼ばせてもらいます。以上で説明は終了となります。それではこれより、if展開の御蓋峠の戦いを始めていきたいと思います。まとめて、ひねりつぶしてくれようぞ。さあ、if展開の御蓋峠の戦いが今始まりました。北条氏政の軍勢1万が合流した北条軍、史実とは異なり、帰国の途に着く武田軍を逃さずに、この地で葬ることができるのか。その一方で、武田軍もこのような圧倒的な兵力差をものともせずに撃退することができるのか。注目の一戦だな。今回も、敵に早送りを織り交ぜながら観戦していきます。北条軍は大軍を動員して中央に進出してきたぞ。狙いは、前回でいうところの小荷田要所ですね。我が武略をもって、完全の敵を打ち払わん。前回同様、先に落としたのは武田軍だ。あとは、ここを維持できるかどうかだな。今回はこの小荷田要所に向けて、北条氏政の1万も進軍していますからね。激しい戦いになることが予想されます。最初の一撃をお見舞いしたのは、内藤正豊の騎馬突撃。ついに戦端が開かれたぞ。前へ出る
合わせて一番槍も獲得。山形正影の赤備えも発動ですね。その直撃を食らったのは、またしても北条綱重か。何やら、怪しい動きをする部隊がいますよ。どうやら武田軍の軒口を狙っているようだな。中央では軍勢が密集してきましたね。どちらが優勢なのかわかりません。一つ言えるのは、武田勝頼が、北条氏輝と上田友直の強撃を食らって苦戦中だ。馬場信春が、軒口を狙う相手を迎え撃つようです。前回は一度も戦うことなく戦いが終わりましたからね。今回は活躍に期待したいところです。一方で、武田軍側でも北条軍の軒口に向かおうとしていた小畑典重ですが、中央の激戦地に引き返すみたいですね。北条軍は強引に軒口を狙い、武田軍は安全策を取って引き返す。戦い方に違いが現れたな。武田軍の軒口を守る馬場信春は兵力が2000、3000の兵力を有する原種秀が、果敢に軒口を狙う気持ちはわかります。内藤正人が混乱戦法を敵総大将に食らわせます。そろそろ撤退する部隊が出てきてもおかしくないんですけどね。お、北条綱重が戦法を発動しました。しかし、赤備えで軍勢がボロボロになった今となっては焼け石に水です。赤備えに対抗するには、部隊を入れ替えるしかない。北条綱重一部隊で古軍奮闘させるのは失敗だな。この二人の戦いは、前回から変わっていませんね。中央では激戦が続く中、小畑典重だけが戦闘に参加できていません。心なしか、どこか寂しそうな顔です。ここで山形正影が戦法を発動しました。さらなる突き放しを狙います。あーっと、ここで内藤正豊が回想しました。わずか2000の兵で1万の北条氏政を長時間抑えていたんだ。十分仕事はしただろうな。代わりに北条氏政の抑えに入ったのは、後ろでずっと待っていた小畑典重。ようやく出番が回ってきて、心なしか、どこか嬉しそうです。お次は北条綱重が撤退したぞ。あそこは前回と同じ戦い方でしたからね。武田軍ではさらに武田勝頼が撤退を始めた。ここに来て、続々と回想する部隊が出始めてきた。この戦場における武田軍最弱の武田商用圏が、まだ生き残っているのが不思議なところです。撤退を開始していた北条綱重の部隊が壊滅しました。今回は捕獲されなかったようだ。武田勝頼を撤退に追い込んだ北条氏輝が、今度は武田軍のもう一つの軒口を狙う構えを見せます。あの体力のまま狙うのはちょっときつそうだな。もう一つの軒口を守るのは、総大将の武田信玄ですからね。武田信玄の風林火山、何度見てもかっこいいです。ほとんどの軍勢が満身創痍になりながら戦っているぜ。別動隊の山形正影が敵の要所制圧、そのまま北条軍の軒口を狙います。北条軍側は北条氏輝が防衛に向かうようだぞ。敵の軒口に到達したのと同時に、防衛に入っていた北条氏輝に戦法を発動しました。北条氏輝側も、すぐさまダメージ戦法でお返ししていたな。お、ダメージ戦法で退却に追い込みました。今のはかっこよかったですね、北条氏政。
これで武田軍は実質的に残り4部隊。対して、北条軍は残り6部隊となります。部隊数も残り兵力も北条軍が優勢だな。北条氏政は、武田軍がいなくなった小荷田要所を悠々と攻撃していきます。おっと、これまで検討していた武田商用圏が、ついに改装を始めました。これで武田軍は残り3部隊。しかも、北条軍は小荷田要所を制圧。これにより、一定時間ごとにコブを発動できるようになりました。武田軍は劣勢だな。やはり武田軍は、自分より1万も多い北条軍には勝てないのでしょうか。ここで、原種秀が撤退しました。馬場信春は、軒口を狙っていた北条軍を見事追い返しました。しかし、同じ直線上には、大道寺正成と北条氏政が控えています。休む暇もなく戦闘が続くな。そして、もう一つの軒口でも北条氏輝が改装します。これで武田軍は残り3部隊。北条軍は実質的に残り4部隊。徐々にその差が縮まってきたぞ。このタイミングで、コブが発動されました。効果範囲内にいた北条氏政の軍勢の体力が回復されます。大道寺正成の軍勢がすごい勢いで後ろに下がっていくぜ。あれは、体力が回復した北条氏政と交代するためですね。武田信玄と戦っていた上田智直が撤退しました。これで残る部隊は、武田軍は武田信玄、山形正景、馬場信春の3部隊。北条軍は、北条氏政、北条氏国、大道寺正成の3部隊。部隊数では互角になったぞ。ですが、兵力では北条軍が優勢の状況が続いています。我が軍力、今こそ披露してくれよ。馬場信春の鬼美濃が発動しました。おそらく、北条氏政がダメージ戦法を放とうとしたんでしょう。その馬場信春が撤退した。ダメージ戦法に対しては不死身でも、通常攻撃に対しては不死身ではありませんでした。これ、武田軍はちょっとまずい状況では、軒口がガラ空き状態だぞ。武田信玄は随分と離れた位置にいますからね。やっぱりそうだ、北条氏政は軒口を狙うぜ。もう一方の大道寺正成は、自陣の軒口の援軍に向かう動きを見せます。武田信玄も軒口を守ろうと駆けつけてきますが、破壊されるまでに間に合うのでしょうか。北条軍側でも、軒口を守備していた北条氏国が退却しました。山形正景は、北条綱重、北条氏国の敵に部隊を一人で倒したことになるのか。さすがの強さですね。武田信玄はギリギリのところで間に合いました。あと少し遅れたら軒口が落ちていたぞ。ですが、武田信玄の兵力は約2000。それに対して北条氏政の兵力は約4000。ダメージ戦法まで受けましたし、武田信玄は厳しい戦いを強いられています。唯一の希望は、体力を回復させる風林火山でしょうか。北条軍側の軒口でも、山形正景と大道寺正成が死闘を繰り広げています。二人の残り兵力はほぼ互角だな。大道寺正成は体力が残されている分、攻撃ではやや押していますね。戦いも終盤に差し掛かり、部隊の動きが少なくなってきたので、ここからは時間の流れを一段階上げてみていきましょう。その直後、山形正景が回想したぞ。ついに敗れましたか。山形正景なら、大道寺正成をも撃破するのではと期待していたのですが、さすがに難しかったようです。武田信玄も厳しそうだな。戦法を食らって虫の息だ。ですが、まだ諦めてはいないようです。
体力を回復させてなんとか巻き返しを図っていますよ。武田軍はもう信玄以外に誰も残っていないからな。追い詰められた状況だぞ。さらに北条氏政の戦法が放たれた。これはもう撤退か？一瞬回想したのかと思いましたが、疲労困憊の訴えでした。おお、先に回想したのは北条氏政でした。まさかの武田信玄が勝利、2倍の兵力差を覆したのか。時の声を高らかに発します。北条氏政は元が1万の大軍だったので、海藻に至るボーダーラインも武田信玄などに比べれば早いんですよね。海藻する北条氏政に対してコブが発動したぞ。どこかの誰かが慰めの言葉をかけているのかもしれません。さあ、いよいよ最後は武田信玄と大道寺正成の一騎打ちとなりました。兵力的には大道寺正成だが、相手はあの武田信玄だからな。このコブが、試合開始を告げるゴングのようにも聞こえますね。与えるダメージではわずかに武田信玄が優勢のようですが、どうなるでしょうか。ここまで来たら、武田信玄を応援したくなります。もうすぐ武田信玄の戦法ゲージが溜まりきるぜ。来ました、風林火山です。さあ、どうなる？ああ、武田信玄の回想です。勝利をつかむことはできませんでした。わずかに届きませんでした。この瞬間、北条軍の勝利が確定しました。コブが北条軍を祝福しています。ここで武田信玄の部隊が壊滅しました。全部隊撃破で北条軍の勝利です。幾天界の御政峠の戦いを制したのは北条軍でした。北条氏政率いる1万の軍勢だけでも間に合っていたら、北条軍は勝利していました。ただ、北条軍側も甚大な被害を被っていたな。北条軍も全軍敗走寸前でしたからね。一万も兵力が少なかった武田軍からしてみれば、かなりの大健闘だったんではないでしょうか。かなり惜しかったよな。武田信玄がもし北条氏政を倒していたら、この後北条氏康に登場してもらおうかと思っていたのですが、残念ながら敗れてしまったため、そちらの一展開は取りやめました。武田信玄と北条氏康の対決は別の機会に行いたいと思います。今後も、このような史実を元にした合戦や攻城戦を行っていきたいと考えていますので、もしよければまたご視聴いただけると嬉しいです。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。